バベル国際翻訳大賞は、かつて株式会社バベル観光の翻訳雑誌、翻訳の世界が主催していた翻訳本を対象とした文学賞、バベル翻訳賞令賞、日本翻訳大賞、バベル翻訳大賞とも、1976年の翻訳の世界発刊とともに、日本と海外を結ぶ翻訳の普及と新人発掘を目指して、 バベル翻訳奨励賞が創設された。1991年、同志が実施していたベスト翻訳書アンケートの集計結果により、バベル翻訳大賞が創設され、ウンベルト英語、バラの名前が受賞した。1994年には、賞全体をバベル翻訳大賞として再編、解消した。2000年の翻訳の世界習慣で一旦休止、更新の E トランスで2003年に再開したが、2005年の E トランスの習慣により、賞も終了した。第1回、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回、第7回、第8回、第9回賞を実施せず、賞を実施せず、章を,を実施せず、第10回、第11回バベル新人賞1990年、翻訳の世界2月号。ありがとうございます。